ございます。大きい思ったより大きい妻の手3つ分ぐらい。まあ本当に毎朝これずっとこれから、はい、お盆明けぐらいまで。そうだね、今年は。今年はずっと。お母さんが、マミが。まずヘタを切ります。で、流していきます。これがスイカ磨き器。こうやってブラシでスイカめっちゃ磨いていく。最初こうやってなんかちょっと白っぽいやつが、プルームがついてるスイカが磨かれてテカテカになります。こんな感じで流れてコロ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 ってされます。で、これがサイズを教えてくれる機械です。ピーチクパーチクピーチクパーチクっていう名前。ピーチクパーチクもう一回やってもう一回いきます。ピーチクパーチクこんな感じで賑やかです、常に。で、ね、これこれが私の母ですってで、測られたものがこういう風に箱を並べてあるの で、はい、でこれでもう中の品種が箱に入った時点で、はい、ベニマクラっていうスイカの品種なんですけど、今度ブランド名になります。真っ赤なエクボ、はい、エクボっていうやつになります、はい、あと、まあ、マイティ21だったらマドンナっていうブランドになったり、まあ、あの有名なトーマのデンスケスイカも品種名はデンスケスイカじゃなくて別の品種で、箱に入った瞬間に初めてデンスケスイカっていう風になるのがブランドスイカ。はい、この時点ではベニマクラなんですけど、この箱に入った瞬間に真っ赤なエクボになります。見た目と、味を、みんなで共有して、いくのが目合わせ会というもので、どの品種、まあ、メロンとかスイカの成果物では必ずやってます。こんにちは。こんにちは。大変忙しい11時からというとこを、お集まりいただき誠にありがとうございます。西村さんの方で出荷始まるということでよろしくお願いします。周辺は結構西村くんの形いくて、夕品も結構これだけ。あ、丸いんで、あんまり気に食わないなと思って思ったより朝より薄いの。違うな、どこでもいい。どうしよう、出なかったら13。よかった。はい、よかった。やった、13だ。よかったですか、うん、大丈夫ですか、はい、大丈夫そうですか。今やってるのはマイティです。マイティ21。まあ開け閉めしながら、まあ水必要かとか、まあいろいろ考えます。とこれは今こいつに決めました。ちょっとまあいい長さしてたんで、はいうん、入ります。まあ、手前がちょっと趣味のスイカがあったりします。こ
これがあのクールチャージ純っていう品種で、中身が真っ白のスイカですね。こんな感じ。特に見た目はあんまり変わらないかな、この時点で。島の感じが僕はなんか不思議だなと思って。そうね、いう感じ、なんかちょっと可愛い感じなんですよ。でこっちが、小玉スイカピノガールですね。ピノガールもなんかいろんな感じに、まだ初めて作ったからどうなるかな。でこれが、今試験品種の、プチッとっていう、種が非常に小さいスイカで、皆さんどっちがいいですか、一輪車と手で一個ずつ運ぶのと、はい、じゃあ手でいきます。いきますか、はい。スイカの持ち方が、あ、いいですよ山さん。まあ持つじゃないですか、はい、ちょっと腰を軽く反らしながら、はいはい、下で、はい、組んだら軽くなります、はい、あ、なるほど、わかりました。こうなるべく体にくっつけて、はいはい、まあ、お腹に乗せるようなイメージで、はいはいはい、わかりました、はい、割ったら買い取り。でもこれずっとは結構な重労働ですね。そうです、本当に私も一輪車得意じゃないので、はい、いつも手なんですけど、はい、基本的には、ラベンダーっぽい。いい感じね。私からできたみたいな。11キロ以上。で、10キロ以上。で、9キロ以上、8キロ以上、7キロ以上。っていう感じで、規格分けされてます。元プロサッカー選手の岡崎さんに、まあ、リフティングしてもらうように、ね、ボール入れてボールボールが入ってます。岡崎さんだけでサッカーボール入ってるんで、これを送ります。ぜひ食べてください、はい。本当はねプレゼント企画とか視聴者できたらいいんですけど、ちょっとその企画がやってこないんで。あれ、なんか見覚えのある箱が届きました。仲むずましい奥さんとのなんか仲のいい香りがしますね。でか、重たい。何歩ぐらいのあるんだろう、このキロ数が。ありがとうございます。おお、ちょっと開けるとイケメンの匂いがするな。さて何なんでしょう。おお、そう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 、北海道ではこのサッカーボールがね有名なんですよね、サッカーボールが。あー、ありがたい。うわー、蹴りやすい。すごい蹴りやすいじゃん。はるかに大きいですよ、こっちのスイカの方が。すごいな。おお、なんか落ちました。下の本切ったかな、今。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。すごい。you
雷が出てたんですけど、病気にならんかなっていう心配、水分を多く含んだ土になって足が埋まってしまうという、どん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 埋まっていくっていう感じに、でこうやって水がいっぱい来ることによってやっぱり病気が出たり、収穫調整とかがなかなかできなくなるんで、こういう時は1日2日収穫なしで片付けやらいろんなことをやったりとかしようかなと思ってます。